世界中のサッカーファンの皆さん、こんばんは。今夜はあいにくの雨模様ですが、観客席はいつもと変わりない盛り上がりを見せています。いよいよスペインリーグが開幕します。バルセロナ対セルタ、今日の試合、実況八塚、解説は水沼貴さんです。水沼さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。試合の模様は衛星回線を通じて日本の皆さんに生中継でお送りします。それでは両チームのスターティングメンバーです。バルセロナスタメンはご覧の通りです。バルセロナ守備を固めた布陣となっています。まずは守備優先でいこうということでしょうね。一方セルタ、予想フォーメーションは 4-5-1 となっています。バルセロナ本日の対戦、戦力的には五分と言えます。熱い試合になるとは思いますが、冷静に試合をコントロールしないですね。さあ、いよいよ前半開始の笛が鳴ります。期待せずにはいられません。さあ、始まりました。前半45分のキックオフです。画面の左側にエンドを取りました、バルセロナ。そして右にエンドを取るのはセルタ。いた、チャンスは続いている。クロスボールが入る。最後はキーパー、これはハビゲレーロ、左のスペースを使います。いいですね。打った、
縦へ出します。ボールこぼれた。ここで奪いました。さあ前へ出した。ハビゲレーロ。手元の時計で前半の15分。バルセロナいい感じで攻めているとは思いますが、ちょっとチームによっていますね。そうですね、もっと最後を起点としたら攻撃できるようにしますよ。うわー、ジャーンズ先制のゴールを決めました。バルセロナ1対0。ジャーンズしっかり押し込んできましたね。それではリプレイを見てみましょう。ご覧のようにバルセロナ素晴らしいゴールが決まりました。いいタイミングで飛び込んできました。水沼さん来ましたね。これですね。今のは積極的に狙う姿勢が生んだゴールでしょう。キックオフです。ここは寄せてきた。大きく前へ蹴り込みます。ここはパスを出す。スルーパス。さあ来ますよ。いったか。キーパー弾いた。シュートだ。ポストに弾かれた。クロスを入れる。キーパー弾いた。弾いた。プラスさあ入れる。おーボレー。うわー、アベルゴメス。いやー、うまく決めました。バルセロナ差を広げます。2対0。アベルゴメスうまくフィニッシュまで持っていきましたね。それではリプレイを見てみましょう。迷わずシュートを打ってきました。思い切りの良さが結果に結びついていましたね。迷いなく振り切りましたね。気持ちがボールに乗ってましたよ。今キックオフしました。下げます。うまくスペースを使っていきたいですね。前へ。さてどうしますか。左のスペースを使います。これはクリア。これはタッチを割りました。スローインでゲーム再開です。ああ旗が上がっていたようですね。これはオフサイド。リプレイです。前に残っていました。オフサイドです。微妙なところですけどね。フリーキックで試合再開です。ブジャン縦へ出します。キーパー弾いた。ナイスカバーです。さあ入れる。ヘッド。うわ入った。ローゼンブルク。バルセロナここで1点をもぎ取ります。3対0。ローゼンブルクしっかり押し込んできましたね。それではリプレイを見てみましょう。ご覧のようにバルセロナ素晴らしい動きを見せましたね。来ましたね。いい動きを見せましたね。それがうまくゴールまでつながったと思います。キックオフです。ここでホイッスルです。前半が終了しました。バルセロナ攻守ともに圧倒する素晴らしい内容でした。前半でこの点差は十分だと思います。あとは変なミスをしないことですね。さてここまでの展開ですが、バルセロナいい展開が続いていますね。安定した試合運びでしたね。サポーターも安心して試合を見ていられるんじゃないですか。後半開始のキックオフ。両チームメンバーの交代なさそうですね。右へ出します。さあ前へ出した。前へ出す。
チャンス、シュート、ボールはゴールマウスをされました。ああもう少し精度が欲しいですよね。もったいないですね。今のプレーです。これはいいシュートだったんですが、少し苦し投げたところがありましたね。ボールを回していきます。ファール、ちょっと頭を冷やした方がいいですね。バルブ、カードはないようですが審判から厳しく注意を受けます。いやー危ない、運がいいですね。さあフリーキックです。縦へ出します。一旦下げました。前のスペースを有効に使いたいですね。つながるか、ここで奪いました。これはタッチを割りました。スローイン、これはチャンスになりそうだ。タッチを割ります。スローインになります。ボールを回していきます。さあチャンスだ。ディフェンス防ぎました。さあ前へ出した。右へ、これはオフサイドです。今のプレーです。ディフェンスラインより前にいます。オフサイド。もうちょっと動き出しのタイミングを考えた方がいいでしょう。セルタ、ここで選手交代があるようです。流れを変えます。ここからどうにか巻き返したいですね。さあフリーキックです。前へ出す。一旦下げました。前のスペースを有効に使いたいですね。右のサイドを使います。いた、キーパー、キーパー、チャンスです。センタリングできるか。さあ入れる、ヘディング、うわー、バルセロナ、これは見事なゴールが決まりました。4対0、ここでゴールゲットきましたね。リプレイです。ご覧のようにバルセロナチャンスを逃さずしっかりと決めましたね。水沼さん、来ましたね。ナイスゴール、見事に期待に応えてくれましたね。キックオフです。ハビゲレード、いいですね。チャンスです。カット、下げます。うまくスペースを使っていきたいですね。左サイド、ファンワイク、一旦後ろへ。ここら辺で逆サイドに振りたいですね。さあ前へ出した。ポトフスキー、右へ下げます。左サイドを使います。フォローが欲しい。チャンス、さあ入れる、早く出したい。カット、ここで試合終了。試合の結果はご覧の通り、4対0でバルセロナ勝利を収めています。ということでご覧の結果になったわけですが、水沼さん、またサッカーの季節がやってまいりました。今シーズンはどんなスターが生まれるのか。若い選手もどんどん出てきてますからね。今から楽しみです。バルセロナ、チームとしての高い完成度を感じます。そうですね、見事に攻撃の目を潰してましたよ。本日は実況や続か、解説は元日本代表水沼貴さんでお送りしました。水沼さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。
テレビをご覧の皆さん、こんにちは。気持ちのいい太陽が差し込みます。今日はサッカーするにはもってこいですね。迎えていますのはスペイン一部リーグ第2節、セビージャ対バルセロナ。今日の試合、実況担当は八塚博士、解説水沼貴さんでお送りします。水沼さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。試合の模様は衛星回線を通じて日本の皆さんに生中継でお送りします。それでは両チームのスターティングメンバーです。セビージャスタメンはご覧の通りです。セビージャ、予想フォーメーションは 4-4-2 となっています。続いてバルセロナ、予想フォーメーションは 5-3-2 となっています。まずは守備優先でいこうということでしょうね。さあ、今日の注目選手はロポ。体も切れているようですし、調子が良さそうですね。彼の素晴らしいプレーに期待したいですね。審判の笛とともにゲームがスタートしています。左にセビージャ、そして右にバルセロナ。奪います。これはチャンスになりそうだ。キーパー弾いた。綺麗に弾き出しました。リプレイが出ます。素晴らしいシュートだったんですが、得点にはなりませんでした。少し苦し紛れなところがありましたね。バルセロナ、このセットプレーのチャンスを生かしたいところです。さあ蹴った、ヘッドだ。うーっと、これはキーパー、ちょっとじれったいですね。スルーパス、奪った。このボールを前へ。さあ前へ出した。さあチャンスだ。打った、キーパー飛びついた。パスを出します。タッチを取ります。スローイン、スルーパス。これは旗が上がりました。 VTR も出ます。前に残っていました。オフサイドです。もう少し攻め方に変化を持たせないとダメですね。フリーキックで再開します。前へ出した。このボールを前へ、一旦後ろへ通るか。
遠いサイドに合わせた。飛び込んだ、キーパー弾いた、ディフェンス防ぎました。手元の時計で前半25分、キーパー弾いた、チャンスです、クロスボールが入る、決めたぞ、バルセロナ先制のゴールを決めました。0対1、さすがにエースの実力を発揮しましたね。水沼さん、いや来ましたね、素晴らしい。リプレイです。ご覧のようにバルセロナチャンスを逃さずしっかりと決めましたね。水沼さん、来ましたね、ナイスゴール、見事に期待に応えてくれましたね。今キックオフしました。どう持っていきますか、右、ここでプレスをかけてきた、タッチラインを割っています。スローインになります。このボールを前へ、パスを送ります、前へ、一旦後ろへ、ボールを回していきます。これはチャンスになりそうだ、クロスを入れる、ディフェンス防ぎました。前半45分が終了です。バルセロナ最小得点差ながらリードしています。そうですね、しかしまたどう転ぶか分かりませんよ。ここまでの展開を振り返ってみましょう。バルセロナいい展開が続いていますね。内容結果ともに良かったと思います。後半開始のキックオフ、両チームともどうやら選手交代はないようですね。スルーパス、エリア前で倒してしまった、 PK です。軽いプレーは命取りですよ。いやこれは痛そうですね。危険ですよ。さあ注目しましょう。ここ決めたいですね。なーっときた、1点追加、バルセロナ0対2、アベルグミスここで決めてきました。それではリプレイを見てみましょう。ジャニング、これは悔しい、でもこれはキーパーを攻めることはできません。決められて当然といってもやっぱり悔しいんですよね。キックオフされました。下げます。ここら辺で逆サイドに振りたいですね。前へ出します。ここはパスを出す。ここはキーパージャニング、さあ前へ出した、下げます。これはタッチを割りました。スローインになります。抜け出たようにも見えましたが、これはオフサイドです。 VTR があります。これはオフサイドですね。チャンスと見れば積極的に狙いに行ってますよね。セビージャ、ここで選手交代があるようです。流れを変えます。この交代で悪い流れを一気に好転させたいんでしょうね。フリーキックで再開します。前へ、これはジョフ、一気に前へ、これはキーパーです。ここはパスです。
下げます。ここら辺で逆サイドに振りたいですね。アクシャウィ、ディフェンス防ぎました。どうでしょうこれ。さあ来た、クロスを入れる、打てるか、キーパー弾いた、タッチを割ります。VTR が出ます。素晴らしいシュートだったんですが得点にはなりませんでした。ちょっと精度に欠けてましたね。セビージャ、どうやら選手交代のようですね。流れを変えます。足が止まってきてましたからね。バルセロナ追加点のチャンスです。大事にしたいですね。さてどうだ、ヘッド、キーパー弾いた、ボールこぼれた、ディフェンス防ぎました。アクシャウィ、さあ大きく出した、ヘッド、キーパーです。パスを送ります。このボールを前へ、このボールを前へ、どうでしょうこれ。さあ来ますよ、チャンスは続いている、打ってきた、これは左に外れてしまいました。ここはパスを出す、ここはカット、さあ前へ出した。ここで主審のホイッスル、試合終了です。試合の結果はご覧の通り0対2でバルセロナ勝利を収めています。試合の方はご覧のような結果なんですが、水沼さん、バルセロナ中盤のプレッシャーが見事でした。そうですね、見事に攻撃の目を潰してましたよ。本日は実況八塚、解説は水沼貴史さんを迎えてお送りしました。水沼さん、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。それではまた皆さんお会いしましょう。さようなら。We'll be right back.